はい、いつもですね、こんな何のためにもならないような YouTube をいつも欠かさず見てくださる、暇で仕方がない皆さん、こんにちは。今日はですね、僕がですね、最近ちょっとねやってみたいことがあって、というのも僕の子供がですね、今小学生なんですけど、ベイブレードっていうものにハマってるんですね。でその、ベイブレードっていうとですね、いわゆる駒ですね、駒。駒と駒をこうぶつけ合って戦うっていうゲームなんですよ。で、そのベイブレードの、大会みたいなのが、月に 3、4回、近くのトイザラスで開催されています。大体8人、その申し込みが多い時は16人参加できるんですけど、それがですねなかなか当たらないんですよ。抽選がね、大体やっぱ2分の1、3分の1で外れるんで、なかなかこう参加できなくて、この間行った時にですね、6回目か7回目だったと思うんですけど、ようやくバトルに参加することができましてですね、もう悲願の当選ということで、参加していたんですけど、 G3 大会っていうのかな、すいません、ちょっと詳しく分かんないんであれなんですけど、オープンと言われるものが、小学生限定なんですよ、参加するのが。で、その当選した日がたまたま無制限、小学生以上、大人ももう混ざってやるっていう大会で、うちの子供がですね、そのバトルした相手が高校生で、1回戦でも敗北をしてしまったんですけれども、それでもね、そこに参加できたというだけで、自分も満足して帰ったんですよね。で、ちょっと他の試合もちょっと気になるなと思って見てたんですけど、やっぱりね、こう小学生たちがもう悔しくてね、負けて悔しくてこう涙を流す子たちがいて、僕はねその光景にすごく胸を打たれました。この気持ちどうすればいいのかなと思って考えてたんですね。そしたらその答えというものが分かりまして、自分の息子も含めその子たちのために何ができるかと思ったら、俺が強くなって俺が仇を討つしかないと思ってるんですよね。なので、先ほどね、僕もはい、このマイギアを手に入れてきました。ただね、僕もちょっといまいちよくわからなくてですね、冊子をちょっと持って帰ったら、スタートダッシュガイドっていうの、これを見ながらじゃないと僕もよくわからないですよね、はっきり言って。意味がわからないので、とりあえずこれもね、なんかこのコマブレードなんかわかんないけど、ブレードかランダムで入ってるみたいなんですよね。どれが出てくるかは分かんなくて、なんかレアなのもあるみたいなんですけど、これもね、でもよくわからないですよ。攻撃とか、なんかもう、なんかね、この前開けてから説明しましたね。で、僕一人でちょっとやってもわかんないので、ちょっと息子に手伝ってもらいたいと思います。はい、それではね、早速開けていきたいと思います。出るやつによって、なんか強さとか違う。レアって書いてるのがいいじゃん。そりゃレアがいいよね普通のより。これじゃあ、綺麗に開けていきましょうかね。これか。デベ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 デ、あ、これ何やな、黒いビニールが貼ってるからまだ見えませんね。はい、ほい、お、これ2つ入ってるの。3つ入ってるはず。え、3つ入ってる。ブレードラ、ちょっと、パーツが違うってこと。うん、3つ入ってるんだね、じゃあね。びっくりした、なんかコマが3つぐらい入っちゃう。ごめんなさい。あ、これとこれね。え、どれが、要するにあれ、待って、あ、やべえ、これ破れたら面白くねえよ。待ってね、要するに、待って、ブレードって呼ばれるところがさ、どれ。これ、今、あ、これ、ちょっと待って、
取ろうとして、それちょっと一回分解して持ってるやつ、ジュニアが持ってるやつちょっと分解、オッケー、分解、うん、それがだから要するにこれ分解されて入ってるの、こちらね、あーあー俺の冊子がえ、ブレー、ブレーとか、うん、え、こういうブレード全部分解する、いや、分解っていうかどの状態になってるの、ね、まあ、これじゃなくてユニコンスティングの方がいいですか、専門用語わからないから。あのこんな感じでバラバラで入ってる。これはこれはね、これはどれが入ってるの？あ、違う違う、これは、うん、これはこの部分が入ってるってことかな？この上の。おー、うんうん、多分。でこれがこれだ。多分。あ、そういうことね、分かった分かった。うん、ちょっとねこれ皆さんにねお見せしてます。なんかこんな感じかな。なんかね、こうパーツがね分かれてるんですよ。これね、で、これをなんか組み立てるんだよね、うん、これもだから、この組み合わせによって違うってこと、要するに、うん、これもさ、これもいろんな種類があるでしょ、うん、ね、このパーツにもいろいろ種類があってこれを組み合わせるわけだ、うん、要するに、なるほど、そしたら、待って、じゃあこれも当たり外れがあるってこと、これにか、これは関係ない、あんまりこれは、うん、でもこういうのも関係あるのか、あるわからんって、そこら辺は、でもね、でも、ああいうビットとかね、そう、これもうすごいんですよ、これベイブレードはスポーツでって書いてるんですけどね、もしかしたらこれがね、本当に大きい大会とかにね、なるかもしれないしね、もう、あれですよ、やるなら今のうちですよ、がこれで世界を取ろうと思ってるんで。じゃあ見ようかね。何から開けていけばいいかな。こっちのこのなんか下の何が、なんて呼ばれる文化これ。ビット。ビット。これがラチェット。なるほどなるほど。でこれがブレード。ちょっとやっぱり違うじゃない。これのね形でねいろいろな。じゃあこれハサミで開けていくよ。ね、はい、これです、ダン、見たことないよ、僕もね初めてなんでどう反応していいかわからないんですよね、まあ、いいや、これなんか緑のやつが形が違うかな、やっぱちょっと違うんだ他のとね、うん、全く違うよ、へえ、やっぱこれめっちゃなんか関係あるかもね、あ、危ない、で、次がこのラチェットって言われる部分かな、よし、開けるよ、ドゥ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 ドン、これはなんだ、これもっていうことはちょっとやっぱ形が違うんだね、やっぱ違うんだ、なんかこの形によってねなんか違うんでしょうね、やっぱね形状によってね、なんか攻撃力とか防御力とか持久力とか言ってるから、多分こうなんだろうね、ぶつけられた時のあれとか違う、ダメージの大きさが違うってことか、うん、はい、最後一番これが大事、大事かどうか知らんけど、これは攻撃力とかに一番ね差がある、なるほど、よし、いいよ、何が出ればいいんだっけ、何が出ればいいんだっけ、このティラのビートっていうのが出ればいいのかな、うん、この赤いやつか、赤いやつが出れば嬉しい、うん、いきますよ、3、2、1、ファイア、もうね赤くないし裏返しだしね、ダン、これなんだ、緑の、これもティラのビートやね、緑の、ほんと、でもレアって書いてないこれ、うん、ちょっと待って見せて、なんかちょっと似てるね、ちょっと似てるね、まあでもいいや、かっこいいから、で、新平くんはこのティラのビードっていうのをね僕、もうゲットしたんで、これ、もうマイギアはこれですよ、これおお、見てごらんよ、これよっしゃ、よし、そしたらね、やりましょうか、
これにはめてね、なんていうもんこれは、ランチャー。ランチャー、あ、違う、先に、はい、あ、はいはい、あ、これで落とすですね。はい、すいません。ここか、なるほど、オッケーオッケー。で、これはさ、カチッてはまらんの、うん、こんなゆるゆるなの、ほなもうこれでいいの、うん、あ、で、これで回せばいいんだ。で、うん、ベイブレードに4つの勝ち方あって、うん、4つの勝ち方、はい。スピンフィニッシュは1ポイント、はい、スピンフィニッシュ、バーストフィニッシュは2ポイント、はい、で、オーバーフィニッシュは2ポイント、うん、オーバー、ここオーバーフィニッシュ、ここに何入ったら負けってことだね。入ったら2ポイントで、相手がここに入ったら2ポイントもらえるってこと、うん、なるほど。で、エクストリームエクストリームフィニッシュ、うん、ここからパンでいけば、あ、ここに出ていけばいいんだ、うん、ここの間に、うん、うん、もうじゃあ早速やってみようか、うん、いいかい、先に4ポイント取った方が、これ何持ち方なんかこう、はい、3、2、1、5、シュッ。あー、やばい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 、もう一回しかちょっと今の横が、うん、今のなし、ちょっと脳幹で、よし、行こうか、いくよ、3、2、1、5、シュッ。はい、よし、これが何、これがスピンフィニッシュだ、シュ、なるほどね。じゃあ俺がエクストリームフィニッシュするまでやろうか。よ、3、2、1、ゴーシュ。おお、すごい。あ、これダメ、これ負け、うん、あ、めちゃめちゃ面白いやんけこれ。面白いよ、何回でもやるねこれね、うん、あ、じゃあ1対1やん。あ、そうか、1ポイント1ポイントか、うん、よし、いくよ、3、2、1、ゴーシュ。よし、オッケー、オッケーぞ、いいよいいよいいよ、このままで相手が止まればいいけど、でも俺の方が回ってないっけ、多分ね、これ回ってるよね、絶妙に当たらん、えオープンで、いやねんそれ。オープンで、え、今これで何、2対1、で、これが俺でバーストかオーバー決めれば OK。 何ポイントずつ多分勝ちってこと、最近4、おー、やばいわ、面白いわ、いくよ、3、2、1、ゴーシュ。負ける、いや、しょけ、なんでこんなに負けるの、何ポイント、こんなの上手いとか下手とか関係ねえやろ。え、もうこれで負けってこと、あ、違うか、3ポイントか、今3ポイントと俺1ポイント、うん、まだ逆転のチャンスはあるっちゃあるけど、よし、いけるよ、3、2、1、ゴーシュ。今のがエクストリームフィニッシュ。いやだよこれ。はい、ということでですね、やっぱりね、遊びに関しては、まあ、僕の方がプロだと思ってるんでね、もう本物の競技の厳しさを教えてあげようかなと思ったらボコボコにされたんで、これからちょっと練習してね、近所の子供たちが泣きながら帰った姿を僕はちょっと胸が痛かったんで、仇を取れるようにね頑張って練習して優勝したいと思いますので、それではまた、何か動きがあった時には、お知らせしたいと思います。ありがとうございました。